ロゴ A コープ E タテテニ A コープは農業共同組合の購買部門の一つ。スーパーマーケットと同様の事業形態で日本全国に約1000店舗の店舗網を持つ。A はアグリの頭文字であり、農家における生活共同組合としての側面を持ち、独自ブランド A コープマーク品の販売を行っている。店舗販売のため、いわゆる消費生活共同組合が運営する店舗と、 同様に、組合員でなくとも買い物が可能。また、生活必需品の販売以外の事業は、A コープでは行わない。全国の A コープチェーン加盟企業を統括する JA 全農内の組織として、全国 A コープ共同機構がある。各単位農協の直営店のほか、JA 全農県本部参加の企業、あるいは北東北、関東、近畿、西日本、九州では、 JA 全農全国本部参加のグループ企業によりチェーン店展開を行っている。全体で全国エコープチェーンとして組織されているが、基本的には各単位農協あるいは各運営企業で独立採算制となっており、ポイントサービスなども全国共通とはなっていない。単位農協直営店は産観地などに所在する比較的小規模の店舗が多く、 一般企業の運営するスーパーマーケット同様、1990年代以降、不採算から閉店、撤退する地域が目立ち始めた。中には、他社組織に運営委託させたり、コンビニエンスストアに転換した例もある。かつて各単位農協の直営店が、中心業態であった時代は、A コープと呼ばず、組合マート、組合マーケットと称したり、A コープと、組合マート、 組合マーケットを継承している店舗が全国的に存在していたが、グループ企業によるチェーン店展開が進展するにつれ、店名は A コープに統一されていった。現在も一部の農協では A コープと呼ばず、組合マーケット、あるいは A マートと称している店舗もある。これらの正式名称に関わらず、正協と同様、一般には単に農協と呼ばれている例も多い。 英コープとは別に全国の生産者が市場を通さず農産物を直接販売する施設としてファーマーズマーケットがある。このうち JA が運営しているものを JA ファーマーズマーケットと称し全一国に約1700カ所ある。中には JA ファーマーズマーケットが英コープ内に売り場として組み込まれている店舗があり、このような店舗は2016年4月から英コープ店ではなく、 J.A. ファーマーズ、J.A. ファーム、a コープファーマーズ店という店名に改称している。ただ、グループ企業名は a コープであるので、これらの店舗においても a コープという名称が使われなくなったわけでなく、店内放送用テーマソング等もそのまま放送されている。道の駅に改装されている道の駅、夕張メロードの例もあるが、農協が経営しているため、道の駅であっても、 A コープの看板を掲げている。コンビニエンスストアチェーンと提携し、コンビニに農産物など生鮮食料品を置いている、形の A コープを出店している地域もあり、立地条件に合わせた店舗形態の多様化が進んでいる。JA 店舗の一体化会社遺憾と一体化の見通し。2005年実績、JA 店舗売上高、2820億円、期末時点での総店舗数。 464、46一体化店舗、売上高、3422億円、期末時点での総店舗数、540、合計から、売上高、6242億円、期末時点での総店舗数、1004、2006年見込み、JA 店舗売上高、2576億円、期末時点での総店舗数、400、一体化店舗売上高、 3406億円、期末時点での総店舗数、533、合計から、売上高、5982億円、期末時点での総店舗数、933。2008年見込み、JA 店舗売上高、1356億円、期末時点での総店舗数、1 7十、一体化店舗、売上高、4569億円。 期末時点での総店舗数670合計から売上高5925億円期末時点での総店舗数 840JA 店舗とは全国エコープ共同機構が指定する一体加害者が店舗を直接管理していない店舗以下2021年4月現在ありがとうございます